das? ¿Qué onda? それでは、エイトの日のセットリストをただいまよりカキカキします。西君に2133ハートありがとうございます。今日もありがとうございます。キュンです。インスタやばかっただって。どうやばかったかな。ははテンションキモテンションキモ。本当はこれは今日のお昼ぐらいにやろうと思っていた、仕事ではないけどやろうと思っていたんですけど忘れてましたすいません。いや別に悪いことじゃないんだけどね。すいません。マルルさんかわいい、ありがとうございます。今日は滋賀と三重のフラペチーノ飲みに、いいな。滋賀はなんか古なんか青いブルーハワイみたいなやつで、三重がなんだっけな、忘れちゃったあー大丈夫。パンダさん、サプライズラバーさん、ハートありがとうございます。今日の朝ありがとうございます。テレテテレテてててるてるてててるてててトゥトゥルトゥ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 。めっちゃ適当に歌ってる。昼はねもう書いたの、えらい。夜を書きます。まず自分が出る、なんか私は全部出る、全部書いて、そういつも全部書いて、うわ間違えたな、まあ、いっか。北里浩平さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。全部書いて、あ伊勢茶、そうだ全部書いて、なんか自分が出るやつに蛍光ペン塗ってるんですよ。そうなの。なので今日もそれでいきます。言っちゃいそう。まあ1曲ぐらいバラしたところで1曲ぐらいバラしたところでいいでしょう。だって何十曲あるうちの1曲ぐらいバラしたところで怒られはしないでしょう。待って間違えた。マジカのバナナちゃん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。言わないで、私はまだ今日好き見てないの。言わないで、仕事してたんだから。言ったらパンチ案件、へえパンチしてほしいって言われそう。
ヤマシさんハートありがとうございます。キュンです。26時のスミさんハートありがとうございます。キュンです。ありがとう。ルパン八世さんアメーバありがとうございます。しまれ、かわいいでしょスヌーピー。ここにはこれなんだっけ、ラブポーション31筆箱。ルパン八世さんアメーバいっぱいありがとうございます。ともゆきさん富山よしょっぱんハートカムサハムニダありがとう。キュンです。ありがとう。あざまるすいさんよいちょまるよいちょ。何間違えたかも言えない、言いたいのに。なんか今回もそのやりたい曲をメンバーにそのスタッフさんが聞いてくださって、聞いてくださってっていうか、まあ Google ドライブなんですけど、あれドライブだっけ、なんだっけ、何あの送るやつ、ピーって送るやつなんですけど、それを今日も今回も出して、でそのまあ大体それを選んだメンバーが選抜なんで、選抜じゃないや、なんだっけ、あのそのセンターかなんですよ、その曲の。でこういうのだから見てると、あこのメンバーこれやりたかったんだっていうのが、そうなんかセンターになってる子がその曲をやりたいって、大体ね、大体だよ言ったってことだから、なんかあそうこのメンバーこれやりたかったんだとかあります。よくサットさん、タイマヨショッパーハートありがとう。カムサハムニダキュンです。ありがとうございます。タバヤンさんハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。だから皆さんも、あこのメンバーはこの曲やりたかったんだなとか思いながら見ていただけると楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい、タバヤンさん、ミズさん、26時のスミさんハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。そうです、君のことを知らなかったよ。ガチャピソさん、サクタロウさんハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。そうこの間言ってたやつ、それです。え言いますね、私が言った曲、別にだってそれが全曲あるわけじゃないから。あれこん中入れてたっけ、あ入れてた、よかった置いとこ。だからこの中からもしかしたら入ってるかもしれないし、1曲も入ってないかもしれないし、ドキドキしながらなんか思っててください。まず、キュートの方で私が選んだ曲は、キスは待つしかないでしょうか、ないのでしょうか、ラブジャンプ、ウィンクは3回で、ユニットがおニューの上巻き、ピディキュアで君のカップリングウィズ、次何なんだっけ、クールなんだっけあフォクシーの方は夢に色がない理由、フェリー、夢へのプロセスで、ユニットが唇触れず、かっこ悪いアイラブユー、キスの流星の全部で12曲言いました。そうこの中で、まあ、入ってる曲はあるのかないのか、ドキドキワークワーク。ドキドキワークワーク。そうですね、マニアック、まあなんか他のメンバーが選ばなそうなものを選びました私は。
うん、そうね、まあ、ユニットは基本的になんかずっとやりたいなっていうのがストックしてあるのでそうなんですけど、全体曲全体曲だって全体曲に関してはなんか他のメンバーが選ばなそうで、なんかフォクシーっていうとちょっとなんかねちょっとキャーエッチエッチな感じのね曲をね多分みんな結構考えるかなと思ったので、私はそういうのじゃなくてなんか大人っぽい曲調の曲のものをちょっと選んでみました。そうです、なのでこの曲誰やり、へえ、おえ、この曲、そうなんだ、面白いっすよ見てると。あれこの曲は私あいなかったあらいなかった。何が逆に入ってると思いますか。作太郎さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。何が入っていると思いますか。26時のおそみさん、パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。真夏のクリスマスローズどっちでもない、あでも真夏か、8月は真夏か、合ってるわ。間違えた、漢字間違えました。りょうさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。誰も答えてくれないから次の話題行こう。もう8の日の話題終わり。じゃあの話してほしいですか。逆に逆に何の話してほしいですか。なんかね前髪をねちょっと薄くしてもらったんですよ。そうで、あとは、まあ、今オイルつけてるからちょっとつけすぎたんですけど、なんかパラパラ感出てると思うんですけど、いい感じ、なんかおしゃんじゃない。あ、以上です。はい、エチエチな竹兄さん、へえ、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。この曲は私なんかさ全員でやるんかな、わかんないや。キムチャウォーナーさん、ミラーボールミラーボールって単語が出てこなかった。ありがとうございます、歌います。どこまで歌ったっけ。輝くならずっと見守ってた沈黙の空から今僕は雨になる。
とうございます。そして824日ありがとうございます。あ、よっこいしょ。今日も今日とって橋本は元気でございますね。20、あ、そっか、決めたんだった。21日何の髪型にしようって聞こうとしたけど決めたんだったなと思って。決めたわけじゃないよ、そのなんていうの、周りにいない髪型にしようって決めたんだなって思って。そう、ともゆきさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。マックミックさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。リートの日昼夜、あ、どっちも出演しますよ。なんかね、そうだよね、なんかどうなんって感じだよね。どっちも出ます、全員。マシロン覗くマシロンね、早く出てこれればいいけど。かなりん三作太郎さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。うん、ここだけは見逃さないで。まだね、なんも分かんないは嘘だけど、なんかちょっとずつあれは始まってるんだけど、レッスンはちょっとずつ始まってる感じはねしてるっぽいんだが、何のせい、自分のレッスンがまだ今始まってなくって私が出ない曲のレッスン、なんかユニットとか、そう、そういうのとかが始まってまして、なのでそうなんですよねそうなんですよね。なのでちょっとなんとも言えません。うん、全く分かんない。もうやったことない曲がいっぱいありますよ。だって今ね、自分が何に出るかもまだ分かってない状況、まだ今これをまとめながら理解していく状況なんかあのユニットは分かってるんだけど、そう、例えば16人曲何に出るとか全く分かってないやばい。今ようやく、今日ようやくまとめる。やばいよね。まあ8のコンサートはだいぶいつもそうですからね、基本いつもギリギリ。まあ別に何とも思わない、もう。うん。逆にそれこそ、その先輩方と一緒にコンサート、大きなコンサートに出るとかの時に、え、レッスン早くないってなる。そんなん忘れちゃうよってなる。うん、そうそんなに時間空けたら忘れちゃうよってなります、いつも。フリーレで覚えるタイプ、動画を見て覚えるタイプ。フリーレ、うん、難しいね難しいな。
なんか大まかなんか振り入れで完璧に、あ違う間違えた、動画送られてくる動画で完璧にもう手の指の細かいところまで覚えるっていうよりも、なんだろう、何回かその振り振りを見て、なんかこういう動きしたあとこういう感じなんだなとか、こっちからこっちに次動くんだなとか、そういうのはちゃんと把握するけど、その振りに関しては本当に動画なんかめっちゃ鮮明な動画じゃないんですよとかめっちゃもういつのか分かんない昔の動画とか、あとはなんかそれこそリクアワーの TDC の映像を関係者席から撮りましたみたいな動画とかもあるので本当にそれだけじゃ全然覚えれないなっていう振り振りばかりなので、基本的には細かい振りとかは正直そのなんて言うんですか、振り入れで覚えますはい、いや絶対なんか最近この曲それこそこの間やったやんみたいな曲の映像曲もそのめっちゃ古い映像しかないのでなんでって、なんでそれで更新してってよって思うんですけどまあそんな感じですよ。なのでいつも大変でござる。映像技術は進歩してる。そうなんだよね、フォルダが進歩してない。やば、今言おうとしちゃった。どっち、まあ昼の方が多いかな出るの。ちょっと待ってね、今まとめてるから待ってね。竹蔵さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとう。サプライズレバーさん鉄砲ありがとうございます。それこそなんだろう、本当に先生によりけりっていうのはあるな。例えばクリエイトボーイさんっていうあの YouTube もやってらっしゃる方なんですけど、そうジャーバージャーを振り付けしていただいた方で、そのなんですけど、その方々は本当になんだろう、全体曲とかもワンポジの動画をわざわざ作ってくださって、なんか送ってくださ、スタッフさんに送ってくださって、それが展開される時もあるんですけど、本当に全然なんて言うんだろうな、はいじゃあもうこの16人の動画送るから、なんかいい感じに振りなんて言うの、歌割りじゃない人たちの振りを組み合わせてワンポジの何動画ワンポジの振り覚えてねみたいな、すごいそういうタイプの曲もあるんです。だからもうそれになったら大変ですなんか人によって違うじゃないですか、歌ってる人、歌ってなんていうの、歌割りの人じゃないところのポジションの人でもその振りが違うんですよだからもう本当にそうなったら大変です、とっても。はい、そうですね。でちょっと待ってね、全員曲っていうか、なんていうの、全員で出る曲とかもあるので、それを一旦再度確認。34人か。あ、この曲何を呼ぶ？これは全員ですって。はーい、OK です。この曲も全員です。
あ、そりゃそうだろうね。はーい、OK でーす。あ、この、はい、全員、はい、全員です。あ、わかりました。ありがとうございます。適当。今回は34かな？多分、ここに書いてあるのは34だから34だと思うけど、違うなんてことあるんですかね。あれ？昼は？昼これ全員なの？知らなかったよ。あれ？蛍光ペン？あれ？筆箱の中にしまったか。え、踊らない気満々でいたわこの曲。35人だった。すみちゃんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。47は全員かな、わかんない、どうだろうな、全員じゃないかもしれないし全員かもしれないし、それはちょっとわかんないね。はは、僕ミッキーだよ。君はペガサスさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。僕はミッキーって言うんだ。え、あ、そうなん、マジ、あ、マジ、これ全員なんだ、知らなかったよ。16人かと思ってたよ。はい、あえて47がないとか、まあそういうこともありえるかもしれませんしね、わかりませんよ、どうなるのか、何がどうでどうなのかなんて全くわかりません。あれ、あ、間違えた、全く間違えた。この曲全然出ない曲なのに出ますってなっちゃった。出る気満々だったわ。その一個上の曲だった、出る曲は。間違えちゃった。佐久太郎さん、ハートありがとうございます。今日です、ありがとうございます。逆に47やんなかったさあ、イベントとかってあんのかな、聞いたことない。この曲全員だって。え？じゃあこ、あれ？マジ？知らなかったっす。さすがにそれは。ちょっと、わかりました。確かにない。はるきゃんさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。ないよね。私もソロイベントで歌ったし。ね、なんか間違えてそう、それな、めっちゃ自分でも思う。口に出して確認できればいいんだが、そんなことは不可能なので、こっからバーって、え、なんか大変じゃない、私頑張ろっか、エリエリを
次夜確認します。夜はまずてんてんてんてて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 、もしもボックス、あ、完璧。あ、完璧でござる。完璧。あ、出番はいかに普通、普通です。私の携帯ハッキングしないでください。今全部バレる、セットリスト。あ、待って、めちゃめちゃボケてなかった。ハッキングしないでください。完璧。グーのね、どこかへ連れてって、プリキの馬に乗って、二人で暑いんだけど寒いんだよね。じゃあ暑いんだけど空調いい感じ、寒って感じ。うん、そう、今回のユニットはそうですね、私なんかあんまり一緒にユニットをやったことないメンバーと一緒にユニットをするので楽しみです。とっても楽しみです。なんか新鮮な感じ、まだ振り入れとかもしてないけど、なんかきっと新鮮なんだろうなっていうのが伝わってきます。はい、だから誰と一緒にユニットをやるかもぜひ注目して見ていただけたらいいなと思います。眠たい、あくびしちゃった。キムチャオーナさん、またまたミラーボールありがとうございます。捧ぐこんな僕にできることは、ありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。なんかね、なんだっけ、六本木アイドルフェスのやつももうセットリストあるんですけど、出たんですけど、なんて書いたんですけど、頑張って覚えます。はい、多分ないんですよね、リハ。うん、あんのかな、前日ってか直前だけになりそう、本当にその日合わせみたいな。
合宿はないよ。合宿するん、やめてやめて。え、うん、今んとこはないです。あれ、あの名前忘れた。ピンポーン、六本木アイドルフェスのリハーサル書いてない。さすがにあるっしょ。え、ないなんてことあります？今回はでもそんななんか缶詰ってほどではない。なんか多分あのなんていうんですか、なんでしたっけあれ、あれがあるので、フレッシュコンサートも一緒の時にあるから、多分なんかそう、うん、だから喋ってますか、私ちゃんと大丈夫ですかねそうだから、なんか本当に日によって、なんかめっちゃグーンって詰まってる日もあれば、暇だねみたいな日もあれば、なので多分そう、そうです。あとは普通にテストもあるから、ハルピョンはあの、はいはい、頑張ります。ピーシャラピーシャラタ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 ラ、やばい、絶対バレちゃうマジバカだと思われる。今日は20日、明日20日、21は K 公演、あ、25日8公演なんか出るらしいね。私26か、え、25何日ともゆきさん、たかちゃんさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。キムチャウォナさん、ミラボールありがとうございます。できることは君の虚しさを少しでも癒すこと、さあ僕は雨になろう。ありがとうございます。月曜日ですか、皆さんありがとうございます。終わっちゃった、君に捧ぐ。咲太郎さん、サイレントムーンさん、ハートありがとうございます。今日のやつありがとうございます。懐かしいね、この時間のサイレントムーンさんこの時間に来るサイレントムーンさん、ウケる、ウケはしないごめんなさい、ウケるとか言っちゃった。え、26日発表されてるよ、メンバーされてますよ。だって私、え、されてるよ。え、嘘だ、ごめん、なんか言っちゃった。そしたらいや出るかもね、うんえ、待って、さっきされてました、さっきチケットセンターに出てたもん、私これ見た、私見ましたよこの画面。はい、でも今消えてる、消されてる、エラーになってる。私さっき出てたの見たもん。でさっきちょっとエゴサしてて、26ファンの方がなんか私出るんだと思って、このファンの方のツイートを見て、あ、私出るんだと思って、でチケットグループセンターに、ここに発表されてました、私見ましたこれ
なんでエラーなんですか？ね、ツイッターに流れてきます。ほら、でしょ？ね、だよね。見たよね。あれ、ハルピョン出なくなった？まさか外された。まあメンバーの都合じゃないですか。私は出ますよ。よくないよね。なんか私が先に漏らしたみたいになってるけどさ、違いますよ。先に漏らしたのはこのグループチケットセンターさんです。私ではありません。大きな声で言います。生誕はやだ。やだよ。お客さん半分の状態で生誕したくない。あれ、この曲出る？あ、この曲出るはず。え、カレンちゃんと出れる、やったーと思ったもん私。うん、思いました。私が先じゃないです。平日なのに2公演。え、聞いてない、聞いてない、それは聞いてない。聞いてないです。出ます。え、2公演するんですか。聞いてない、無理無理。え、前でもやった時2公演だったか。じゃあ行けます。なんか軽公演は本当にスタッフさんが配慮してくださって、あの初日に2公演はきついよねって言ってくださって、そう、それで、あ、きついですって言ったら、わかっ、全然いいよ全然いいよって言われて、そう、あの逆に出れない平日教えてって言われたから、21は出れますって言ったら21になりました。そう、優しい、ちゃんと考えてくださって優しい、ありがとうございます。本当にありがたかった。それを言われた時はめっちゃ、ありがとうございますって思った。いや、もうそう、無理です、はいって、さすがに無理です、はいって言っちゃった。ありがたかったですね、それ聞いたときは。え、26何時からと何時からですか？12と16、夜配信かな、多分夜レッスン場からになりそう。うん、ありがとう、みんな教えてくれて。そう、その日夜普通にレッスンあって、結構夜までレッスンあって、なんか空き時間がちょっとあってまたレッスンがあって、なのでその空き時間の合間にやっちゃいます。ただめっちゃ遅いです夜。
16時に終わって、7月31日の雫公園出てくださいだってメンバーに言われてるかな。もうちょっと待ってね、26には帰れる、あ、帰れない、帰れると思ってた、帰る気満々だった。六本木アイドルフェスの前日、リハ入りそうじゃない？アイドルフェスのそんな気がするよ。私はの夏は40度いくかもだって。絶対やだよ。あ、でも、あ、言わないけど言わないけど、またちゃんとまた出ますよいつかまだわかんないけど、いや、分かってるけど作太郎さん、富山よしょっぱハート、おかまさん、鬼だ、ありがとう、キヨンです、ありがとう。うん、31、あ、間違えた、まゆきさんハートありがとう、キュンです、ありがとう。パンダさんハミラーボールありがとう。パンダさん何歌ってほしいですか？もう終わっちゃったんだよね、歌う曲も決まってないし。なんかあったら、ともゆきさんハートたくさんありがとう、キュンです、ありがとう。早く決めてこのうざいね、この感じめっちゃうざい。ハート型歌ったっけ、忘れた、歌った気もしなくもない、歌ってないかな、もうみんな覚えてないよハート型ウイルス絶対歌った気するけど、いや作太郎さんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございますサイレントムーンさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。キムチャオナさんミラーボールありがとう、じゃあ2つボタンいます。はじめはピンとこなかった、ちょっと面倒な気がしてた、聞かれることだけ黙ってうなずいた、いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ、仲良くならないつもりだったのに。ありがとうございます。ハート型ウイルスも歌いたい曲の一つ、いつかいつかちゃんと歌いたい曲の一つです。吉文さん、サイレントムーンさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。それではそろそろ終わります。
終わらなければいけない時間ですはい、久しぶりにこの時間まで配信した気がしなくもないしわいさん、アメーバありがとうございます。遅い配信だったからね、始まりがちょっとお仕事をしていたので、皆さんそのお仕事をお待ちください。またみんな知ってるやつだからあれなんだけど、それではテックテックショーに参ります。皆様の歩数を教えてください。シャウィン、キラリン、ドリロロロロロ大丈夫かな、頭。サイレントムーンさん、バラありがとうございます。セットリストの1曲目歌っちゃう てか8公演もう忘れたんだけど出れない。もうずっとリセット公演してるんですよ今一人で。もうそしたら8公演全部忘れた、何にも覚えてない。そろそろでも21まではもう K で頭いっぱいにしないと絶対忘れちゃう。もうそっちの方がやばいからそっちを先に今ずっとやってるんですけど、エイト出れないよもう一個しかやってない。うん、ぼっちだよ。オーダー店で、ね、他のメンバーさん富山に呼ぶわけにもいかんですからはい竹蔵さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。呼んでいいなら呼びますけどやばい、8公演でも21終わってからやっても全然余裕、1回出てるから余裕だよ。しかも出て1ヶ月経ってるんですけど、8 1ヶ月って早くない？もう1ヶ月なんだ。作太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。やべえな、てかさ、今さ、リハ組まれてない曲はさ、リハしないんですか？え、ユニットとかリハないんですけど、うち。え、どういうこと？マジで言ってる？え、それはちょっと無理があります。お疲れ様でした。はーい。え、ユニットのリハってないんですか？そんなことってありましたっけ？っていうかテクテクいないからちょっと歌わないや、間違えた。発表するけどユニットのリハあれない。てめえショッパーハート、カムザハムニダ、ありがとうございます。ということで本日の私の歩数はこちら6863歩。今日も一人リセットをやりました。ちょっとだけ、いや嘘、今日はリセット公演があったと思うんですけど、それに合わせてつるっとまるっとやってました。定点でテレビ画面に映しながらやってましたそう、なんかさ、名前忘れた、ウホウホホさん、送られてきたっていうか資料の中に入ってるフリブイと、今踊ってるフリブイが違うんですよ。なんかこれペンライト持ってやってるじゃないですか、その振りが変わってて、なんかずっと私はそれでやってたんですよ。その入ってるフリブイでやってたんですけど、今日なんかDMM さん見ながらその振り V でこうやってやってた、違うと思って、
めっちゃ焦りました今日やりながら。てれてれて、うはうはうは、おたけびあげて、僕たちは誰も止められない、うはうはうは、まぶしあげて、イエイエイ。よかったと思って、え、今日だからさ、ひななさんの生誕だったんですけど、今日それ見ながらやってなかったらもう本番めっちゃ焦る、本番っていうか、まあ本番の前にリハがあるんですけど、その時にめっちゃ焦るところでした。はい、危なかった。もうほっとしました、めちゃめちゃ。本当に今日K公演会ってくれてありがとうって思った、マジで。え、それこそさ、 DMM さんのさ、なんていうの、あれでは見てたんですよ、この定点じゃないやつでは見てたんですけど、そう、でもさ、定点で見れるのってさ、その時だけじゃないですか、そのやってる時にしか見れないじゃないですか。だからなんか、あ、ちょうどたまたまいいじゃんと思ってやろうと思ってそうやってたら違った、焦った。普通に焦った。ということで、ということで、ちょっと待ってね。はい、ランキング読みます。ハレンチタケ兄さん、ミラーボールありがとうございます。歌ってからランキング読みます。どこでどうしちゃったんだろう、私知らぬ間に恋に落ちてたの。この曲はめっちゃ好きなんです。なんでかっていうと、私の声になんて言うんだろう、その音域にめっちゃぴったり合ってるんですよ。だから好きです。はい、ランキング読みます。1位りょうさん、ありがとうございます。2位キムチャエウォナさん、ありがとうございます。3位、サプライズレバーとチームうちらさん、あ、ひななさんハッピーバースデーですひななさん推しの人に言うっていう LINE もしました4位、パンダさんありがとうございます。5位、ともゆきさんありがとうございます。6位、ハレンチタケ兄さんありがとうございます。7位、サクタロアット、あ、変わっちゃったランキング、合ってる、うん、変わってない。7位、サクタロアット、今年の夏は楽しみなことたくさん、ウフフーさんありがとうございます。8位、すみちゃんアット、21日は無理やり休みを取っちゃったよ。正解？正解。だってハルピョンのリセット公演の8人バージョンの初日は21しかないから。わかる？別にね、これからもね、もしかしたらね、またね、リセット公演とかね、出るかもしれないよ、もちろん。一回出させていただけたらね、そう、ポジションもあるし、出れるかもしれない。でもね、初日は一回きりなんだよ。正解。9位、西くん2313さん、ありがとうございます。10位、マックミックさん、ありがとうございます。11位、天満よしあと韓国のピョンゾッパーカムサハワニダ、ありがとうございます。12位、サイテントムーンさん、ありがとうございます。13位、山口さん、ありがとうございます。咲太郎さん、ハートたくさんありがとう、キュンです、ありがとう。天満よしあっぱもハートカムサハワニダ、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで、本日のラッキー888はプチライムさんです。ありがとうございます。ということで、皆さん本日はありがとうございました。そうですね、我が人生に一片の悔いなしだって、え、マジ早くない？私は悔いしかないけどね、まだ。うん、8の選抜も入ってないし、 AKB の選抜も入ってないし、悔いしかないけど、まだアイドル人生
総選挙だってもう一回でもな、みんなにちょっといろいろ使わせちゃうのはあれなんだけどなでもランクインしてみたいっていう気持ちは正直あります。まあ、順位がついたことはあるけれど、109位っていう12,120票今でも覚えてる。でもやっぱりあれは県外ではあるからランクインしたい気持ちはとてもウェイあります。ということで最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと橋本春奈でした。ありがとうございます。っていうか言い忘れたんですけど、エイトのもしもねネモハモンのねあれでエイトの選抜がもう分かんないよ、何も分かんないから知らないけど、まあ、私の知らないところで動いてるのかもしれないけど、それがあった時に選ばれてなかったら逆にもうあとは何をすればいいんですかって疑問ですはい、それではおやすみなさい、バイバーイ。